ちょっと裏で育てているバジルをちょっとトッピングに使ってあります。お家で作られてるんですか、この近くのとこで。そうです、ちょっとバジルの方はその裏がちょっとガーデンスペースになってます。そこでちょっと置いてまして、今日はちょっと別のお皿にしました。はい、わかりました。こちらがウニ豆腐というお仕上げ、こちらの手前の方がヤングコーンの串揚げをして、はい、トッピングでパルマ産の生ハムと、あと上からパルミジャーノチーズを削ったもの、はい、トッピングします。三重県産のサワラと北海道のクジラ、これは今度持ってくるやつなんですね。はい。